広島市は先月、平和大通りにある415本の樹木を点検し、直ちに倒木の危険性はないものの、樹勢の回復が見込まれない50本の伐採作業を今日から本格的に始めました。平和大通りでは去年3月、高さ16メートルの樹木が倒れ、走行中の車に直撃し、去年8月にはおよそ4メートルの樹木が折れて倒れました。50本の伐採作業は今月中に完了する予定で、その他の樹木については枯れ枝の除去や土壌改良などを順次実施していくとしています。